白雲の章、飛龍の説、樹地氏の野。天に轟く声で飛龍の群れが鳴き合うと、澄み切った空を裂いて越冬のため南へと去ってゆく。その勇壮な姿を遠く見上げながら、子供たちは冬支度を手伝う。木々に分け入っては薪を集め、川に糸を垂らしては魚を釣り上げて。先生、久しぶりに少しお話をさせていただいても？あのね、私先生に助けていただいて先生の学級にも入れていただいたでしょ。それ以来たくさんのことを学んでだいぶ大人になったと思いますの。私がここまで大人になれたのは、だから改めてお礼を申し上げたくって。まあ、先生は私がまだ子供っぽいとでもおっしゃいますの？お友達がたくさんできて、いろんなことを教えてもらいましたのよ。今では一人で町へお買い物にも行けますし、あ、値切ることだってできますわ。値切るってご存知？安くお買い物ができるよう、お店の方と交渉するんですの。子供にはちょっとない知恵ですわよね。前に申し上げたと思いますわよ。そう？年齢といえばあなたこそあやふやなままではありませんこと？ええ、もう年齢なんかにこだわるのはやめにしましょう。それよりあなたのことでまた一つ気づきましたのよ。あなたって不思議な雰囲気があるって。その時はただの海に例えましたけど、私ね、小さい頃はお母様によく海に、お母様は釣りが上手で、それで私ね、お魚が好きになったんですの。え、お魚の、ううん、違いましたわね。先生が昔見た海みたいってお話ですわ。相変わらず底の知れない深さは感じているのですけれど、なぜかしら、あなたといると懐かしいような気持ちにもなりますのよ。遠い昔どこかで会ったような。いえ、それはないと思いますわよ。あ、もしかしたら遠い親戚だったりするのかしら。それもない気がしますけれど、だって私の親戚なら、でもレア様のなさってきたことを考えると案外その可能性も。あ、いえ、何でもありませんのよ。とにかくあなたのことは他人のような気がしませんの。他の仲間よりもさらに親しくなれたら私嬉しいと思っていますのよ。先生、グロンダーズ樹脂支線については？そう、なら私が知っていることを今のうちに話しておくわね。グロンダーズ樹脂支線は、言ってしまえば毎年恒例の大規模な学級対抗戦よ。以前胎児の説に行った学級対抗戦とは比較できぬほど大規模なものだそうで、開催の舞台はガルグマク南東の帝国領。最も多くの相手を倒した学級が勝利する。もちろん
教師も一緒に戦うことになる。今年はマヌエラ先生が大事を取って参加を。積年の公的使が休むなら我が輩もと。気を使わなくていいのよ先生。あなた、おや、あなたたちのおかげでね。でも無理をして倒れでもしたら、我々は不参加とするよ。その通りよ。この数節私たちも生徒をみっちり鍛えてきた。生徒に教えるべきことは全て教えてある。何かつかめそうね。最後まで飽きなきゃいいけど。チートは強い。こういう積み得るものがある。この修道院、何しろ教師の中に敵が入り込んだおった可能性が高いんじゃ。わしはあのトマシュとかいう字が怪しいと思うのじゃが。